東京工科大学の中岡です。今日は、黒板とパワーポイントの融合というテーマについてお話しいたします。私たちは PVCT というシステムを開発してきました。これは大学の講義をですね、録画するためのシステムです。そして講義資料としてパワーポイント、ウェブといったものを使ってきました。現在これが私が持っているタブレットで、この上にパワーポイントが表示され、そしてこれをコントロールすることによってビデオを作っていきます。パワーポイント、ウェブといったものとは別にですね、大学では黒板というのが幅広く使われております。歴史的に見れば言うまでもなく、非常に長い期間黒板が使われてきたわけです。で、このパワーポイントと黒板というのはですね、それぞれ長所短所があるわけですので、必ずしもどちらが優れているということは言えないと思います。そこでこの2つをですね、融合した形で、ビデオができないかということで、今回、このビデオを作りました。ちょっと現状を説明しますと、現在私のパワーポイントにはですね、ブルーの背景の上にですね、白い字で4つ、5つのですね、文字が、行が書かれております。で、この映像がですね、ノートに送られまして、ノートの上でこのブルーの部分に私のビデオ画像が表示されるという形になっております。ですので、見ていただくと一見パワーポイントの文字が黒板の上に書かれたような文字として皆さんには見えるのではないかと思います。こうしますと、私はですね、さらに黒板に書くんですけども、この文字に対応するような形で作画が、できます。ただ、パワーポイントの文字だけではですね、このシステムの良さは生きないと思います。そこで例えばこのような例はどうでしょうか。例えば、黒板で授業を進めているんですけども、地図のようなものが必要となった場合ですね、地図をこの黒板の上に先生が書くというのはなかなか大変だと思うんですね。またこの大きさの絵をですね、持ってきて黒板に貼るというのも大変だと思います。しかしこのようにですね、パワーポイントの絵と黒板を重ねてしまうと、あたかも黒板の上に地図が書かれているように見えると思います。で、そのこの上にまた、対応する形で教員がこう作画をできます。ちょっといろんな色の、チョークを使っていきたいと思います。今度はブルーでやっています。それから次は黄色ですね。それから今度は赤ですね。このようにしますと、チョークで描いた絵とパワーポイントの絵をうまくこう合わせることができると思います。で、さらにこれ言うまでもなくパワーポイントですので、パワーポイントが持っている作画機能を使えば、このようにですね、絵や作画ができるというわけですね。どうでしょうか、黒板とパワーポイントの融合についての一つの試みを行いました。その有効性についてぜひ皆さんにも考えていただきたいと思います。これで発表を終わります。